どうもお疲れ様でございます。即家塾の久保です。今ね、6月1日の深夜3時半なんですけども、51歳を過ぎてね、今年中に私52歳になるんですよ。で、この50代になってね、結構分かったことがいろいろありまして、そのうちの一つにね、50代になったら、それまで溜まっていた疲れとかがガクンと来るよ、みたいなことをね、聞いていたんですけども、これは全然違うなと。 ガクンとと来ねねえよと思いました、ね、ちなみにね30代に入ったら徹夜も効かないし体力もガクンと落ちるよって言われてたんですけどもその時も来なかったですねでさらに40代過ぎるとねもう無理効かなくなるよって言うんですけどもそう置くんですかね40代になってもあんま変わんないですけどねさらに50代になっても変わんなかったですあのそれをね証明するわけでもないんですけども私去年格闘技を始めてね キックボクシングの試合に出たんですよ。うん。立派なリングの上で、えー、2分2ラウンドをね、あの、用意していただいて、曲がりなりにもファイナルでやらせていただくことになったんですよね。その時も130試合ぐらいあって、その一番鳥のね、大舞台だったんですけども、私は体重が重いんでヘビー級で出たんですけども、相手の方もね、ものすごい体してましたね。まあ、あっという間にやられてしまったんですけどまあでもね、 格闘技を50から始めようなんて、それこそね、30代とか40代ぐらいから始めていた方が、そのままベテランとして50代に入っちゃったっていう人ならいるんですよ。でも50からいきなり始めて、さあ試合を目指すよっていうのはね、なかなか珍しいんですよね。というのが、格闘技を始めても、健康の目的とかね、ダイエットとかね、運動を始めるきっかけとかっていうのはいるんですよ。私の場合は最初からね、試合に出るために格闘技始めましたんで、それなりの、 メニュだからまあトレーニングしても体痛めたわけでもないですし、まあ、それこそ毎日ね動画撮りながら放送してたんですよ「今日のトレーニングはこれだ」みたいな感じで,で汗もダクダクになりましたけども全然それによって体力落ちたなって感じないしそれこそねあのダッシュとかもしたんですけどもそれはタイムは落ちてますけども、まあ、20代の頃と変わらずにねあの全力でできましたしね それによってどっか筋痛めたか全然なくってそのなんで50代になって体力がガクンと落ちるって本当なのかなと思いますよねこの分だったら60代になってもあんまり変わらずにやってるような気がしますどうですかねうんまあ見た目はね、まあ、50代だと思うんですよ私はもうあの若く見えるでしょうなんて思わずにまあ若いですねって見られたらそれはそれなりに嬉しいんですけどもでも冷静に見てねこの見た目の50代なんてもうざらにいるんでねで同時に あのもっと老けてそうな50代ってのも結構いるんでそうじゃなくてよかったなぐらいは思いますけどもただねそんな聞いているほど50代になったからって大きく体力が落ちたことを感じるとかねなんか視力が落ちたことを感じるとか全くなくっていまあ、未だに私も視力も2.0なんですよ。でねこの前本当笑うっていうかね何だろうなとこの飲食店に行ってメニューをこうやって見てたんですよこういう風にね。そしたらさすがに 目離さないと見えなくなったんですねって目の前に一緒にいたやつに言われて「話してるかこれ?」と思って <laughs>「俺ずっと2.0だぜ」みたいなこと言ったんですけどねうんだから人、うん、なんかね年を取ったっていう風にまあ見たいんでしょうけどもね残念ながらおかげさまで視力もいいですしね耳もいいし判断力も相変わらずいいし記憶力も全然落ちてないんで何不自由ないかなっていうのがうん。 本当どうなんですよね。残念ながら年齢だけ50過ぎてるっていうのはねこれはごまかしようがないんでそれなりの立ち振る舞いをしないといけないかなと思いますけどもんやっぱ50代には50代のね人生経験と頭に詰まったものとそれから意欲とっていなくちゃいけないと思いますけどもまあでも言うようにね50になったからなんか体力落ちたとか記憶力落ちたとかねなんか無理が効かなくなったら全くないですよね。 うん、それは個人的にできてない人が年齢のせいにしてるだけなんじゃないかなと私は思うんですけどもねどうですかどういうふうに思いますはい私の感想は今のところはそうですねこうやってねこんな時間に別に起きても何てことないですね、うん、風邪もひかないっていうかねあの引いてもね回復早いんですよ3時間ぐらいで治るんですよああちょっとまずいなぐるってきたなと思ってもそっからねあのいろんな対処をすると3時間後にはああ何もなくてよかったみたいになるんですよね じゃん深夜のチャーハン作りました <laughs> 残り物でこうやってねチャーハン作るんですようんうまいうん、うん、ますます冴えてるなうんじゃあまた会いましょういってらっしゃい